尿膜肝癌は体性器に退縮する胎児組織である尿膜肝に発生する悪性腫瘍である。膀胱尿膜肝移行部に発生することが多く、膀胱内では膀胱腸部の腫瘍として見つかることが多い。おおよそ年間10万人あたり6人未満が発症し、膀胱癌全体の0.170.34%と比較的稀な疾患であり、治療法に関しても、 外科的切除以外に確立した方法がないのが現状である。転移層を有する症例に対する有効な化学療法も確立しておらず、5年生存率は6.543.5%と予後不良な疾患である。後発年齢は30、60歳に多く、性比は2.6、1と男性に多く見られる。尿膜肝眼は、 膀胱外部で腫瘍が発育するため、初期には症状に乏しいことが多く進行癌として発見されることが多い。無症状のまま数年間存在し、尿膜管腫瘍が膀胱壁まで浸潤した場合、よく見られる兆候は血尿である。その他の症状として、粘性のタンパク尿、尿混濁、局所痛、または腫れ、周期的な局所、または 尿路感染症とへその痛みやへそからの脳などが見られる。尿膜肝癌は局所浸潤性が強いという生物学的特性を有しており、術後の再発率も38から50%と高い。一方、尿膜肝癌術後局所再発を伴わず単独で遠隔転移を呈する症例も報告されており、遠隔転移の後発部位として肺が最も多く、ついで脳。 骨、肝となっている。尿膜肝癌の診断基準としては以下が挙げられる。腫瘍が膀胱腸部、または膀胱全壁に存在している。腫瘍は正常な膀胱粘膜に隣接しているか、たとえ海洋を生じた粘膜に覆われていても、明瞭な境界がある。他の部位に原発性腺癌が存在しない。腫瘍はレッツやスクーへの浸潤を伴いつつ、 膀胱内で増殖する。主要周囲に、先生膀胱炎、脳胞性膀胱炎などの組織像がない。尿膜腺癌の免疫組織科学実証の一例、CDX に、ポジティビティー・ウィズ・ティピカル・ニュークリアス・テイニング、200X マグネファケーション、尿膜管より発生する癌は、腺癌が最も多く、約90%以上を占め、その半数が、無賃酸性型であるとされる。 その他移行上皮癌、扁平上皮癌の報告も認められる。これについては、尿膜管上皮は、コリアムエッパシーリアムに由来し、様々な上皮細胞に分化する可能性を有しているためとされる。尿細胞診で腺癌と判断した場合、尿膜管由来以外の膀胱原発の腺癌の可能性を考慮すべきである。他にも線形への分化を示す尿路上皮癌や、 消化肝癌からの転移を考慮しておく必要がある。しかし、細胞学的所見のみから原発相当発生期限を確定させるのは必ずしも容易ではなく、臨床所見を合わせた総合判断が望まれる。尿膜肝癌は最初に1863年にヒュー及び税金によって記述され、1932C ベグによって尿膜肝癌の特徴がより明らかにされた。 詳細な症状とステージ分類は1984、シェルドンにより提案され現在まで幅広く使われている。CT、MRI による画像診断及び膀胱鏡検査はあらゆるケースで最も有効とされ TURBT による性検の診断が必要とされる。使用マーカー検査において CA、CA19 から9、 CA125 の観測が有効とされている。治療法として、転移を認めていない場合、治療の第一選択は、外科的切除であり、膀胱全的除日及び、尿膜完全的除術が推奨されてきた。しかし、近年切除団体を十分に取れば、再発率に有意差はないと報告されており、シェルドンの分類でのステージ2やまでは、EN ブロックに、 骨盤リンパ節覚醒を加えるのが最も妥当であると考えられる。転移陽性例では化学療法を考慮し、走行例には化学療法後の外科的な地固め療法を考慮する。尿膜肝癌は組織学的及び臨床学的に大腸癌や胃癌に類似していることより消化器癌に用いる化学療法レジメンを応用する。進行例では以下のレジメンを考慮する。 近年では、スニチニブ、ケフィチニブ、ベワシズマブ、セツキシュマブなど分子標的薬も効果が報告されている。ありがとうございます。